はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は滋賀県長浜市にやってまいりました。パチ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 ということでね、今おりますのが長浜鉄道スクエアということでね、日本で一番古いね、The Oldest Station ですね、の駅舎、旧長浜駅のね、ある長浜鉄道スクエアの前におりますね。この建物は明治15年3月に北陸線の始発駅として建てられた最初の駅、長浜駅ですと。今では日本に残る一番古い、ね、駅舎であると。文明開化を伝えるイギリス式の珍しい建物として一般公開してますということですね。まあ鉄道好きな人にはね、非常に興味深い場所ですよね。でこちらで向かい側にですね、庭園がありまして、今日はちょっとねお休みなんですけどね、慶雲館というね、日本庭園がねありますね。明治天皇もね来られたところみたいですね。1887年に明治天皇ね昭憲皇后の休憩場所としてね、資材を投じて建設したと。同行したのはね、命名したのは同行したの、初代内閣総理大臣伊藤博文ということですね。まあ、日本庭園があると有名なね、がありますよということですね。じゃあ今日はね長浜のねもういろいろ回っていきたいと思いますけどね、向こうにね伊吹山がね見えますね。非常に美しいですね。雪化粧してますね。旧長浜駅舎鉄道資料館ということでね、ここにいろんなね、石碑がねありますね。ちょっとね、雪が多いとこなんでね、あの琵琶湖のね、北古島地区にあたりますね。米原よりもちょっと北に上がったところがね長浜市ですね。まあトンネルにねあった石額がねこれずらずら並んでますね。黒田清隆がね書いたずらし文字らしいですね。黒田清隆の木が多いですね。予告関係ってね、昔はこうトンネルが難工事でしたからね、こういった石碑をね、まあつけてたわけですね。黒田清隆ってのはね内閣総理大臣じゃなくて有名な政治家ですね。これもトンネルの碑ですね。だから昔は本当にねトンネル作るのが大変だったからね、今しっかり、これは伊藤博文の字ですね。でこれがね昔の最も古い、日本で最も古いね駅舎ですね。まあ、こういったレンガ窓のね周りがこうレンガになってますね。まあ私も鉄オタではないんですけどね、鉄道はまあ好きですね。結構ねあの鉄道を見るのが好きだったんですけどね、まあ、中はね撮影可能なんでちょっとね撮っていきたいと思いますけどね。これはあれですね、昔の駅のねこのあれですよね、荷物運ぶ人ですよね、これねポーターさんみたいな感じですね。待合室がねありますね。琵琶湖汽船ってね、これ昔あの琵琶湖のね船をね運営してた会社ですね。太古汽船会社の広告ってことでね、太古汽船は我が国で初めて鉄道連絡船を琵琶湖に就航させた会社ですってことですね。休憩室ですね、ちょっとね。一等の休憩室。上流階級、高級官僚等の人々が利用したと。官僚はいいですね、やっぱね。
まあ要するにアッパークラス向けですね。今ねグリーン車みたいな感じですよね。倉庫係室、昔のね、これあのあれですね、荷物ですね、大阪行きとかね。あの長浜っていうのはね、まあその交通の要所なわけですね。ここからね、あの北陸線も出てますし、船がね、さっき言ったようにその、就航してました。琵琶湖をね、船が就航してたんで、長浜港からね出てたわけですね。これは駅長さんですね。初代駅長は初代東京駅長となる高橋善一で、彼が生前語った話によると、1880年の開業当初は7つの駅長を兼ねていたと。いろんなお金がね使われてたからね、面倒くさかったってことですね。この人はね、初代駅長さんですね。比較的若い感じがしますね。料金表です。改札口。長浜信号機ですね、これね。昔の信号機がね、ここに展示されてますね。琵琶湖がね、こうやってあってね、皆さんご存知の米原よりね、ちょっと北なんですね。彦根よりも北ですね。江戸時代から京都、大阪と東海地方及び日本海沿岸地域との間の人や物の動きの中で大きな接続線となっていましたと。でね、琵琶湖の船に乗り換えてね、荷物が積み替えられた場所と。まあ、鉄道でここで運んできて、ここから船が出てたわけですね。だから鉄道と船のね、乗り換え場所ってことですね。まあ、ずっとこうやってね、いろいろ書いてあるんですね、これね。まあ、交通の要衝ですね、簡単に言うとね。でこの太鼓汽船っていうのがね、まあ、就航しててね、大津まで荷物運んでたわけですね、こうやってね。鉄道連絡船ってことでね。今ね、琵琶湖行くと、あのミシガン号っていうね、あの観光用の船がね、今出てますけどね。こういうのは本当、鉄道好きな人には最高ですよね、これね。これ、活業者っつってね、あの魚を運ぶね、船です。あの列車ですね、車両ですね。琵琶湖産の鮎と生きた魚を運ぶために特別な設備がある珍しい昔の貨車です。すごいですね。こうやって船でね、その魚を運んでたんですね。あ、電車で魚を運んでたんですね。これは汽車ですね、昔のね、北陸線。昔の時計ですね、100年前の時計。
使われてるみたいですね。これあれですね、船の操舵輪ですね、ハンドルですね。でっかいですね、これね。こっちは、ね、電車が、ね、電車されてますね、北陸線電化記念館って書いてありますね。あ、こういうの鉄道好きな人は最高ですよね、これね。まあ、鉄道博物館というとね、京都とかの大宮にねありますけどね、まあ、あれほどでかくはないんですけど、車両が2つね、展示されてますね。北陸線電化の Q&A ってことでね、まあ、いろいろ書いてありますね。敦賀にもね、あの博物館ありますね、鉄道のね。だからこの辺って本当に昔はね、本当にあの重要視されてたわけですよね。あの要はその大陸、そのロシアとかね、中国とかの、その、まあ、航路ですよね。航路が、まあ、昔はもう今よりね、すごく重要だったわけですよね。これ東海道線ですね、ずっとね。これは汽車ですね、昔のね、蒸気機関車ですね。で、五一ですね。やっぱこういうの好きな人、本当好きですからね。私も嫌いではないですけど、すごく。ああ、ここにプレートがいっぱいありますね、これね。どこどこ行きってね。こういうのマニアの人集めますよね、こういうのね。これはあれですよね、あの機関士、牽引するやつですよね、これね。ディーゼル車でしょうかね、これね。ここに新幹線の説明がありますね。で、ここに電気機関車ですね、電気機関車のプレートがありますね。三菱電機が作ってたんですかね、三菱重工とか。あ、これ日立ですね。いろんなメーカーがね作ってますね。で、これはね、リアコンをね就航してた船ですね。結構ごついですよね、やっぱね。荷物も運んでたからね。あ、これは三菱電機と三菱重工がね作ってたやつですね。昭和32年ってことは1957年ってことですね。電気機関車。ああ、これはよく見ましたね、昔ね。北斗星とかね、トワイライトエクスプレスとか。日本で一番古い、ね、駅舎ですからね、これね。ステーション。最も古い。じゃあね、次のところに行きたいと思います。ちなみにね、この鉄道スクエアはね、
9時半から7時、あ、17時ですね。入館は16時半ですね。大人300円ってことですね。なんかね、パスポートみたいなのが売っててね、いろいろ回る人はね、そのパスポートの方がいいでしょうね。でこれね、線路が足りますね。あれがね、あの長浜駅ですね、今のね。でこれが旧駅舎ですね。日本で最も古い駅という。長浜駅。でこれまっすぐ行きますとね、あの敦賀の方に出ますね。高槻とか木の本をね、通って敦賀ですね、福井県のね敦賀市に行くことができますね。で今歩いてるのがね、明治ステーション通りっていう通りですね。お酒屋さんですね、これね。ああ、この辺もなんか蔵みたいなのがありますね。長浜なんとかロマンですかね、ロマンビール。ああ、川もなんかね、趣がありますね、なんかね。米川って言うんですかね、米の川って書いてある米川って言うんですかね。幸福の川、幸福の川がこの中にありますね。白壁がね、すごく美しいですね。クラフトビールレストランで、ここで左ですね。旅籠がね、ここにありますね。まあ宿ですよね、旅籠っていうとね、まあ旅館っていうか宿ですね。北国街道ですね、今歩いてるのが。昔からのね、北国街道を歩いてますね。中山道とね、北陸を結ぶね、道、街道ですね。昔からの道ですよね。ずっとね、まだ続いてますね。まっすぐ行くと成田美術館っていうね、美術館もありますね。ヤンマーディーゼル、ヤンマーミュージアムってありますけどね、ヤンボー、マーボー、天気予報って、トラクターとか作ってるね、あのヤンマーってありますよね。あのヤンマーっていうのはね、長浜が創業の地なんですね。で、そのヤンマーミュージアムで、そのヤンマーのその作ってるそのトラクターとかね、が展示されて、まあ乗れたりするね、ところが、ショベルカーとかね、がありますね。今ね、黒壁スクエアの方にね、向かってますね。町づくりの先駆者、吉川。なんていうんですかね、仁左衛門っていうんですかね。
交通の要衝でしたと、水陸のね、その秀吉がね、1574年頃に長浜の後編に、城を築き、港を整備し、町並みを作りましたと。で、この事業を指揮したのが、この人ですと。吉川仁三郎っていうんですかね。これはあれですよね。二宮金次郎ですよね。あ、ここにもね、明治天皇来てるわけですね。明治天皇って結構ね、琵琶湖の方に、琵琶湖よく来てますね。まあ、大津事件という有名な事件もありますけどね。まあ、あれはね、明治天皇とあんまり関係ないですけど、まあ、いずれにしてもね、明治天皇は滋賀県に来てますね。こっちですね。大船町って書いてありますね。さっき言ったようにね、秀吉がね、その城を築いて、その城主だったわけですね。で、もともと今浜っていう、その場所だったんですけども、今浜からその長浜にね、その地名を変えて、で、まあ、その城下町としてね、まあ、発達した都市ですね。で、お城はね、まあ、結局廃城になるんですけども、その後は大通寺っていうね、まあ、お寺の、門前町として栄えるということですね。まあ、簡単に言うとね、その秀吉が作った町ということですね、もともとはね。川がね、結構こう流れててね、すごく綺麗ですね。あ、ここね、米の川っていうかね、これ多分米川って読むんですよね、これね。米川がね、流れてますね。これちょっとモダンな建物が出てきましたね。これがね、開智学校ですね。明治4年に開校された県下初の小学校ということでね、The first elementary school in 滋賀プリフェクチャーって感じですね。小学校ですね、最も古い小学校だよね、滋賀県でね。あくまでも滋賀県ですけどね。なんかハイネケンとかってなんかお酒が飲めるみたいですね。さすがに小学校はね、小学生は酒飲めるんですけど、この辺結構開けてますね。これがね、駅前通りになりますね。なんかこれがちょっとこう廃墟チックな感じで、廃墟になりますね。で、ここまっすぐ行ったら駅の方ですね、滋賀銀行がありますね。で、この辺からね、黒川ベスクエアの中心部になってますね。中華そばがありますね。あ、長浜ブラック。長浜ラーメンってありますけど、あれはね、九州福岡ですよね。あ、ちょっと間違いそうになりますけどね。あ、これ蔵がありますね、これね。昔ながらって感じで、安藤家って書いてありますね。北国街道安藤家、秀吉がこの地を城下町で開いたとき、町の中から代表10人を決め、町の自治体になれましたと。安藤家はその一人として、江戸家を通じ、この大大工ですね、活躍しましたと。昔の家ってことですね。虫子窓とかね。北国街道ってね。安藤家屋敷。古い感じですね。あ、虫子窓ですね。虫のカゴみたいなね、窓ですね。あ、これ長浜アートセンターって書いてますね。
この辺も古い古い建物がねたくさん残ってますね。息子窓これはなんかお寺ですね。これね上林寺って言うんでしょうかね。これね信州大谷派ですね。上になんか櫓みたいなのがありますね。蓮如に帰依して信州となる小谷城落城後この地に移されるって感じですね。陶芸工房、陶芸が体験できるみたいですね。金壺、これはこれですね。陶磁器屋さん、陶器屋さんですね。郷土資料館、お皿とかね、古美術ですね。これは芸能人が来てるんですね。サバ寿司、サバ太陽のサバ寿司、結構いい匂いしてますね。芸能人来てる。下前ブレーカこの辺がね、黒壁スクエアの、ね、中心ですね。これが有名な、ね、黒壁ガラス館ですね。昔の、ね、銀行の建物ですよね。ここに来てありますね。こんな感じで今ここですね。結構こういう感じで、まあ、結構整備されてますね。黒壁5号館ですね、これね。文字より黒い壁で、すごく美しいですね。トゥアリスティーズはトゥアリスティーですけど、すごくね、食べ歩きとかできて楽しい感じですね。黒壁オルゴール館ってありますね。まあ今日はこのガラス館の中がねオルゴールですね。黒壁スクエア、国内外のガラス製品を展示販売するほか、ガラスを製作する工程を見学したり、ガラスが作れる体験教室もありますと。黒壁というのは名称は国立銀行ですね。黒壁銀行と言われてたと。まあ要は銀行のやつね、これね、銀行の建物ですね、これね。やっぱり昔は銀行というのは、ね、その重厚な建物ですからね、しっかりした、ね、建物だとね金盗まれたりしますからね。ここになんかこうオブジェが、下が絡まってね、いい感じなんですよね。閉まってますね。
本当にここがねちょうど黒壁スクエアの中心なんでね、いろんなお店がありますね。これが北国街道でね、来た道ですね、これがね。こっちは南ですね。じゃあね、今度ね、商店街通っていきたいと思います。これがね、今ね、大手門通りです。これが、ね、西門って言ってね、豪華な門ですよ、これ、ね。近江牛の饅頭ですね。まあ、滋賀っていうと近江牛が有名ですからね、ブランド牛ですね。ベビーカステラが売ってますね、河川門店。結構この辺は食べるものがいっぱいあってね、うどん屋さんですね。結構食べると濃くてね、いいですね。近江牛が食べられるんですよ、ね。あ、結構ステーキ丼とかありますね、これね。限定70食。あ、カツとかもありますね。喫茶店ですね。デコボコ丼。お寿司屋さんですね。金物屋さんですね。結構昔からのお店がね、いっぱいありますね。マップがありますけどね。今歩いてるの大手門通りですね。お地蔵さんがいますね。安城寺というんでしょうか、お寺がありますね。長浜町の駅、長浜ラーメンでね、もともと九州ですよね、長浜ラーメンでね。これが悠々館、あれですね、フィギュアの店ですよね、有名なね。海洋堂キャプシュールミュージアムってことでね、フィギュアの店ですね。これ昔他の場所ちょっと移動してきたんですね、これね。昔なんか他のとこやりましたね。あ、ウルトラマンとかありますね。ゴジラとかエヴァンゲリオン、海洋堂。これはあれですね、パン屋さんですね。高級食パン専門店。ここにね、菱山ミュージアムですね、博物館通りということでね、あのお祭りに使うね、あの出汁みたいなやつですね、菱山祭りということで、そのね、博物館がここにありますね。今来られてましたね、菱山ミュージアムですね。今向かってるのがね、お寺なんですけどね、こっちの方ですね、大通寺。ここにね、これは琵琶湖ですけどもね、ここにお城がありますね。長浜城がありますね。駅がここですね。で、こっからスタートしたんですね。こっからスタートしてずっと明治ステーション通りを通って、で、北国街道を上がって、で、
黒壁スクエアをこっちに来てると大手門通りですね。まあそんなに遠くないですね。結構コンパクトに集まってるんでちょうどいい距離だと思いますね。これあれですね、築山の名前でしょうね、これね。ユネスコ無形文化遺産ということですね。あ、これがね、あの収蔵するその蔵っていうかね、建物ですね。まあもちろん中入ってね、その引き山をね見ることもできますね。まあ簡単に言うと出汁みたいな、フロートですね、英語で言うとね、出汁みたいな感じですね。入り口になってますね。ああ、ここもなんかいい感じですね。町中にこういうね、ちょっと小川がね流れてますね。こういう風になってるんで物資をこうやって運んでたんでしょうね、これ小舟でね。そういう形跡がちゃんと残ってますね。昭和31年、大手橋、この4年前にかかる橋は長浜城の大手門に通じる大手通りにあることから大手橋と言ってました。あ、こっちもなんかいい感じですね。すごくこう風情のあるね、川ですね。片町今ね、ここまで来ましたね。でね、この大通寺に、ね、向かっていきたいと思います。まあ、長浜というのはさっきも言ったようにね、城下町であり、かつね、その門前町でもあるわけですね。表参道ということでね。あ、伊吹山ここから見えますね。すごく美しいですね。伊吹山っていうのはね、あの薬草がねよく取れてね、あのお灸とかのね、あのもぐさとかね、ああいうのが取れたりして、まあ、薬草で有名なね、あの山ですよね。いろんな種類のね薬草が取れるということでね。伊吹山もここから近いですね。あとは関ヶ原とかね、あの天下分け目の戦いの関ヶ原もね、比較的近いですね。目の前に見えてるのがね、あれ大通寺ですね。で今ねアプローチですね、これあの参道ですね、表参道ですね。結果を出す。いいですね、すごくね。十軒町っていうんでしょうか、十軒町ですか、商家ですね。あ、いいですね、この辺もね。足火店
長浜ごぼう表参道商店街ご案内ということでね、まあ、いろんなお店がありますね。履物屋さん、荒物屋さん、カバン屋さんとかね、フラワーショップ、まあ昔からのねお店なんでしょうね。コーヒーです、これ喫茶店ですね。すごくねいい感じですよね。本当に昔ながらのね街並みって感じですね。なんとなくですけど倉敷に似てるような感じしますね。履物屋さんとかありますね。プラモデル屋さんもありますね。これは何でしょうか。着物屋さんですね。洋服屋さんですねこれね。モンペですかこれ。モンペ売ってますね。モンペも家の中で来たら楽ですよね、すごくね。男はあんまモンペ履かないですけどね。あ、呉服店ですねこれね。着物とか売ってますね。晴れの日にね着るんでしょうねこれね。ペイペイ使えるんですねこれね。着物をペイペイで買ったらすごくねポイント貯まりそうですよね。まあ、どうでもいいんですけどね。これは何でしょうか。わらび餅ドリンクですね。甘味どころ鎌倉って。で、ここで大通じ来ましたね。でっかい山門ですね、これね。信州大谷派ですね。長浜別院ってことで。でかいですね。当時は信州大谷派本願寺別院を大通寺と称し、中世末の天正年間に織田信長に対抗していた、大阪の石山本願寺の支援のため協議を行う寄り合いの道場を開いたのがその初めと言われると。1602年家康より本願寺の分立が許されに伴い大通寺として成立したと。元長浜城内にあったものが1606年に長浜に移封された際に当地に移されたと移ってきたわけですね。もともとねお城の中にあったのがね、ここに移ってきたということですね。立派なもんですねこれね。で門前も今度ねすごくね味がありますね。彫刻がね施されてますね。ちょっと読めないですねこれね。重要文化財ですね。汗び寺とも言われてるね。長浜別院大通寺ですね。伏見城の遺構と伝わる大広間、丸山王宮や加納山岳などの襖絵などっていうことでね、まあ、中にはそういうのがあるということですね。鳩がいっぱいいますね。ここでね、障子屋がありますね。でっかい龍がいますね。金がね右にありますね。そういう灯籠がありますね。
ないみたいですね。こっちから見てもいいですね、三門がね。達筆すぎて読めませんね、これもね。雪がちょっとね、多いですね、これね。境内広いですね。あ、こっから見るとすごくね、大きく見えますね。重要文化財、大通寺広間付玄関が、これが重要文化財ですね、これがね。江戸時代初期の建物と伝えられると。瓦がすごくね、古い感じがしますね。今度はね、長浜八幡宮の方に行きたいと思います。まあ、有名な、今行ったのはね、お寺ですけどね、今度は神社ですね。こうやってね、ちゃんとこういう看板があるから分かりやすいですよね。
にね戻ってきましたね。じゃあ今度神社の方に行きたいと思います。あ、奥の方にね鳥居が見えてきましたね。雪国なんでね、この道路にこの雪を溶かすね、この水が出るやつがね真ん中にありますね。これ雪が多いところはねよくありますよね。雪を溶かすためのねあれですね、設備ですね。これ何ですかね。壺屋さんですね。綺麗な絵ですね。真っ正面にね鳥居が見えてきましたね。あれがね長浜八幡宮ですね。これ花屋さんですね。宮町っていうみたいですね。大宮町と言って書いてますね。歯医者さん、デンティストですね。石畳がすごくね、参道って感じがしますね、やっぱね。お仏壇、なんて読むんですかね、石師さんっていうんですかね。新聞屋さんがありますね、このところにね。朝日新聞、長浜新聞会社。ミニミニがこのところにありますね。あそこになんか塔がありますね。電力会社ですよね。ね、昔の石碑があります。ティーハウスですね。なんか結構ね、おしゃれというか、なんかおしゃれな喫茶店みたいなのが多いですね、結構ね。食べ歩きしたりとか、ちょっとリラックスしたりするにはね、すごくいいですよね。結構やっぱりね、歩くと疲れたりしますからね。ちょっと軽く、お茶飲んだりとかね、まんじゅう食べたりとか、いいですよね。メガネ屋さんですね。補聴器。これは何でしょう。古書って書いてありますね。古本屋さんでしょうかね。ああ、参道ですね。長浜八幡宮の鳥居がね目の前に見えてきました。昔の字ですよね。旧字体ですね。八幡宮。
まだお正月気分がねありますね。しめ縄があってですね、狛犬が1通ありますね。A pair of ガーディアンドッグって感じでね、両サイドに石灯がね並んでますね。ちりめんですね、浜ちりめん工業、石碑がありますね。長浜はねやっぱ大きな会社でいうとやっぱりあのヤンマーディーゼルですよね。ヤンボーマーボー天気予報ってね昔よくやってましたよね。ヤンマーディーゼルってね、あのトラクターとかいっぱい作ってるメーカーありますよね。あれが長浜の創業の地でね、工場もこの辺結構あったりしてね、まあ地元のまあ何て言うんですかね、有名企業ですね。石灯が多いですねやっぱね。これは何でしょうか、花手水、手水ですねこれね、花手水ですね。お札をねこれ焼くところですね。参拝順路が決まってますね。香ばしい匂いがなんかしますね。香ばしいですね、なんかね。花手水、水が、これがね、あのいわゆるセクリットブリッジですね。これでピュアリファイされるわけですね、これ渡るとね。ここで鳥居がありますね。2の鳥居ですね、ここでね。セカンド鳥居ですね。ペアブドッグ、まだペアブドッグですね、まさにね。ここにでっかいね、あの石灯がありますね。仮設のテントですね、これね。あそこに長浜八幡宮由緒が書かれてますね。仮設テント。結構境内広いですね。長細いですね。有名な氷の彫刻ですね、これね。鈴なりお隣、お賽銭を投げて鈴に当たれば開運招福って書いてありますね。あの鈴に向けてねお金を投げるわけですね。あ、虎の形してますね、あれね。虎年ですからね。イヤーオブザタイガー。ここに社殿がありますね。社がありますね。文化財の説明がありますね。でまたここにね、アペアオブドッグがありますね。でこっちにね、名刹、こっちはお寺ですかね、があるようですね。でここに拙者末者ですね、これね。高良神社があります。
ですね。こっちお寺がありますね。まあ神仏集合ですね。まあ一緒にね、まあ、神社とお寺っていうのが同じ境内なんかにあったりしますからね。ああ結構重要文化財あったりしますね。社内院って言うんでしょうか。なんか幻想的な音楽がね流れてますね。ここにびんずるさんいますね。自分が病んでるとこを撫でると病がね治るってことですね。撫で仏ってやつですね。不動明王だってね。ごま堂でしょうか。これはごま堂ですね。やっぱりね、社内ごま堂ですね。ごま炊きするわけですね、これでね。すごく味がありますね。やっぱ雪がね、こういい感じですよね。鬼瓦がありますね。本堂落慶当初のものであると。愛染明王と縁側、なぜか音楽が流れてるって。また神社に戻ってきましたね。秀吉公と長浜八幡宮ということでね、秀吉とね深いつながりがあると。ああ車両をね寄進したわけですね、土地をね。で社殿の造営を行いましたと。ああそれでね、200基の本尊として描かれた秀吉公の画像が伝来しますと。秀吉の絵があるわけですね。まあもちろんね、秀吉がね治めてた土地ですからね、秀吉に関係あるね、そのまあ関係あるでしょうね、もちろんね。あ、これで車をね、そのお祓いするところですね。お札とかね、お守り売ってますね。黄緑色のね、ベンディングマシンがありますね。今おみくじとかね、引いてますね、やっぱね。
200円、大吉、吉、中吉、末吉、半凶、凶、大凶ということでね、中吉より吉の上ですからね、これ気をつけてくださいね。ほぼなんか中吉の方がね、なんか吉より上なんじゃないかって思う人いるんですけど、そうじゃないですからね。札をね、こう札を焼くところですね、古いお札をね。永久寺の蛇の舞、ここにもなんか社殿がありますね、社がありますよね。天満宮ですね。菅原道真で祀ってるんでしょうかね。梅のマークがありますね。天満宮がありますね。あ、やっぱ道真ですね。菅原道真でね、お祭りしてると。これ梅の木ですね。こち深場、匂い起こせよ梅の花。主なちとて、春を忘るなってね、有名な歌がありましたね。自主神社、熊野神社ね。拙者末者が本当にたくさんありますね。これはコンピラさんですね。でこっちが赤い鳥がありますけど、稲荷さんですね。お稲荷ですね。稲荷大明神ですね。はい、ということでですね、今回は、滋賀県、長浜市のね、長浜の市内をね、中心地をね、散策しました。まあ一番のメインはね、やっぱ黒壁スクエアのあたりですけどね、まあ、他にもその神社仏閣、はたまたね、鉄道博物館もあったりしてね。まあ、結構見どころ満載で、まあ、滋賀県では一番ね、観光客が多いって言われてるね、街ですんでね。まあ、ぜひ、長浜来てね、散策されてね、まあ、食べ歩きとかね、もうよろしいかと思いますね。ということで、今回は、この辺にしたいと思います。